2005年12月8日、東京証券取引所において世界でも例を見ない重大事件が起きてしまった。当時 J:COM という社名の総合人材サービス会社が東証に新規上場することになった。その時にパソコンで操作していたのが、みずほ証券金融法人部に勤める畑野という男だった。1株61万円売りか。この時畑野は誤って1株61万円で売るべきを1円で61万株売りと、とんでもない数字を入力してしまう。だが彼は自分のミスに気づかず、警告の表示も気に留めず OK ボタンを押した。ここから地獄の7分間になるとも知らずに。不幸中の幸いというべきか、初期入力値の1円に関してはシステムを通過することはなく、異常な数値の価格として一旦ストップ。しかし有効な価格の加減で取引というみなし処理が通ってしまい、市場最低価格の57万2000円という売り取引が開始。57万円というありえない低価格で61万株という大量の売り注文が東京証券取引所システムへと伝達されていった。今夜は待ちに待った合コンだよな。サイトのセッティングは外れなしだから期待できるぞ。畑野さん、これご発注じゃないでしょうか。え？何それ、やめてよ。ちょっと待ってね。1円で61万株！そんなバカな、なんでそんなことに。畑野は慌てて発注の取り消し処理を行ったが、取り消せない。待て、やばい。前述のみなし処理の最中は発注の取り消しを受け付けないというシステムバグのため、畑野が何度取り消し処理を行ってもシステムは受け付けなかった。一方その頃、大量の売り注文を受けて不審に思った東証の担当者が焦ってみずほ証券エクイティ部に電話をかけている。はい、みずほ証券エクイティ部、東京証券取引所のものですが、こちらはご発注ではないでしょうか。え？ご発注？銘柄コードを教えてください。1230です。わかりました、すぐに社内で確認します。この時東証の担当者は焦りからか、 J:COM 社の銘柄コードではなく自分の電話番号の下4桁を答えてしまったという。そのためご発注したのが J:COM 社だと理解してもらえず、事態はますます深刻になっていく。一体誰がご発注をしているんだ。東証の担当者から聞いた銘柄コードの株でおかしな動きが見つかりません。エクイティ部でないことは確かです。では別の部署の誰かがやってるってことか。このままだと大変なことになる、会社が傾くぞ。全社員今の業務を止めて調査に当たれ。何が起きているんだ。金融法人部の畑野です。売り注文を取り消せないので助けてください。お前が犯人か。ここでようやくご発注が会社内で認識される。すぐさま取り消し作業が行われ、事態は収束するかと思われたが、キャンセルできない、どうしてなんだ。キャンセル。どうなってるんだよ。61万株も1円で売れるわけないだろう。いくら東証の端末を操作しても結果は変わらなかった。無情にも時は動き、時刻は午前9時30分になる。 J:COM の株は急落し、ストップ安である57万2000円台にまで値を下げてしまう。ストップ安がなければもっとまずいことになっていたぞ。ってそんなこと言ってる場合じゃない。これいくらの損失になるんだ。100億や200億じゃ効かないぞ。先ほどの売り注文は間違いでしたので申し訳ありませんが取り消しをお願いします。自分たちで取り消せない以上、みずほ側としては東証に依頼するしかない。しかし東証の返答はこうだった。こちらではできませんので、みずほさんで取り消しをお願いします。はい、うちでは何度試してもできなかったので頼んでいるのですが。そう言われてもこちらでは対応できかねます。そんなバカなことはないでしょう。そもそもなんでシステムで取り消し処理ができないんですか。オタクの問題でしょうが。うちのシステムでは実勢価格を大幅に下回った注文が出た場合、調整作業としてみなし処理が行われるんですよ。
このみなし処理中は発注の取り消し注文をシステムが受け付けないように。まあ、もう何でもいいからお願いです、取り消してください。こんなの間違いだってわかるでしょ。400億の損失ですよ。実は東証の担当者は売買を停止する権限を持っており、決断さえすれば売り注文を取り消すことができた。しかし担当者はその場で売買停止を判断することができなかった。そしてこの東証とみずほの押し問答による時間のロスがさらなる悲劇を招く。ネットニュースに次々と書き込みが行われる。東証のシステム壊れたの？発行済み株数を超えてるんだけど61万株もないでしょ。61万株の売り？売り出し株数3000株だぞ。知識のある投資家たちは軒並みこの発注を怪しんだ。これは何かある。この会社、俺が知らない何か問題があるのか。それどころか株価が異常に急落したことで動揺した投資家たちが極端な安値で売り注文を入れたため、市場はさらに混乱していく。だが投資家たちの中には勘のいい人物も多数存在した。これはご発注だ、買いを入れるチャンスだぜ。うまくいけば儲けられる。面白い、俺もか。その中でも突出した動きを見せた男がいた。 BNF というハンドルネームの27歳の男性だ。え？100万くらいまでは行くと思ってたのに57万円？安いな。今動かせるお金は80億か。そうだな。よし、7100株買おう。その時すでに80億円ほどの運用資産を持っていたこの男は、そのうちの40億円で J:COM 株を一気に購入する。ダメだ、こうなったらもう反対売買をするしかないぞ。はい、今から俺が役員に承認を取ってくる。61万株差し値で買い戻す準備をしてくれ。自社の端末では上限に引っかかるので東証の端末に切り替えます。みずほ側は48万株を差し値買いすることを決定。それでも投資家たちの暴走は止まらなかった。全部買い占めろ。間違いなくご発注だけど10株買ったった。すげー、この株どうなるんだろう。株の漬物食べながら見守る。これはご発注した証券会社終わったな。株のボードに買い数量47万株との数字が表示される。投資家たちはご発注を確信し、さらに盛り上がった。イエーイ、ボロ儲けだぜ。やったー、ラッキー、株がうめー、ビールを飲むぞ。さて、61万株も買い戻すんだから、まだまだ大口の買い注文が残ってるはずだよね。株の漬物を一生分買っても余るくらい儲けられるぜ。午前9時43分、今度はストップ高である77万2000円台にまで値段が上がった。ストップ安からストップ高までは一瞬の出来事だったが、ここからご発注をした犯人探しを血眼になって行うこととなる。あの大企業がご発注したに違いない、怪しい値動きをしていた。いや、別の会社らしいぞ。前に同じような損失を出した企業じゃね。犯人に仕立て上げられた企業が多数出る中、とうとうみずほ側が事件の当事者であることが判明する。この度は誠に申し訳ありませんでした。午後6時台にみずほ証券は会見を開いたが、正午頃に一部の企業にのみご発注を知らせたことなども分かり、非難の声が相次いだ。ちなみにこの祭り騒ぎの中に買われたおよそ10万株の買い注文は有効となった。よっしゃー、俺たちはついてたぜ。早速親にも株の漬物を送ろう。さらにこの騒ぎで最も儲けたとされているのは次の人物だ。結局この彼はたった16分の間におよそ20億円もの大金を稼いだことで J:COM 男として一躍時の人となる。他にも証券会社が騒ぎに乗じて儲けたものの、政党からの非難を受けて自主返納している。また東証側とみずほ側の責任者では責任のなすりつけ合いとなってしまった。みずほ側ではキャンセルができないんですよ、うちの責任じゃありません。そんなことを言われても、そもそも間違えたのはそちらですよね。その後事件は裁判にまで発展。双方の主張はこうだ。システムが正しく動いて取り消し作業ができていれば、うちの損失は5億円程度で済みました。システムの欠陥は東証の責任なので、
損失の404億円は損害賠償として払ってください。へえ、自分たちで発注の間違いをしておいて人のせいにした挙句お金をよこせ。世界中で聞いたことがない話ですよ。この裁判の決着がつくまでは実に10年の月日を要し、最高裁まで行った。裁判の結果、東証とみずほの上告は退けられた。双方に問題があったことが認められ、それぞれが賠償や改善をすることで決着がついたのだった。そしてこの事件で最も気になるのは、誤発注をした畑野の存在だろう。事件後彼はどうなったというのか。畑野は何の仕事も与えられない状態がしばらく続いた後、消息は不明となっている。仮に解雇となっていなくとも、会社や社会に与えた影響が大きすぎてみずほに留まっている可能性は少ないと思われる。一瞬にして天国と地獄を味わった人を大量に出したジェイコム株大量誤発注事件。今後証券会社に勤務する人はご注意を。